こんにちは、 JP です。今回ご紹介するのはガシャポンシフトカーの06、今回は全6種類で、はい、こちらが冊子です。ガシャポンシフトカー06、今回の06のラインナップには初登場のシフトカーデコトラベラーが含まれてます。これは楽しみですね。そして以前 SG で登場したフッキングレッカーがラインナップに含まれてます。そして最後の3つ目がチェイサーバイラルコアです。ガシャポンとしてバイラルコアが以前2種類ぐらい、登場してましたけど、今回はシルバーのチェイサー版ですね。デコトラベラーとフッキングレッカーのレアバージョンはいつものメッキエンジンバージョン。チェイサースパイダーバイラルコアはクリアーバージョンになってます。このブラウンのフィギュアが入っているのがチェイサースパイダーのようですね。クリアーかっこいい。一番右がデラックス版です。デラックス版とノーマル版は全くと言っていいほど違いはわからないですね。ボディのガンメタシルバーのカラーリングとか、まあ、造形はもちろん一緒ですけど、このウィンドウのメタリックイエローも一緒ですし、この唯一タイヤの成形色がデラックス版のシフトスピードのあの模様が入ってる成形色になってるみたいで、それ以外は全くそれ以外はほとんど見分けがつかないですね。シフトモードへの変形もないので、裏面を見ると、こっちの方がデコボコしてて、真ん中にドライブシャフトがあったりとか、ちょっと造形が細かくなってるんですね。まあでもこれは裏から見ないとわかんないんで、ほとんど違いはないです。で、クリアーバージョンは、主に中心部分ですね。シルバーのスパイダーとかサイドのバンパーとかは、シルバーで塗装されてますけども、ここのボンネットとか、まあ、一部がクリア化されてて、ウィンドウもクリアイエローになってます。裏から見ると、違いが分かりやすいかと思います。では続いてこの緑のフィギュアが入っている、フッキングレッカーのガシャポンバージョン、はい、一番右が SG 版のフッキングレッカーで、今回のノーマルバージョンとメッキエンジンバージョンです。まあ、パッと見は一緒なんですけど、細かいとこはちょっと違ってて、フロントのフックのところが肉抜きされてない、こっちは穴が開いてない、フックの部分が穴が開いてないんですね。 SG 版の方がよくできてます。クレーンは、どれも稼働はするんですが、塗装が、SG 版のみで、ガシャポンは黄色の成形色になってます。やっぱりこれも見た目は SG の方がいいです。あとは大体一緒かな。そしてレアバージョンは、クレーンの、下のパネルが、クリアになってて、うっすらと、下の方にはメッキエンジンが乗っかってます。完全なクリアパネルではないので、うっすら見える感じがとってもいいですね。背面に大きな違いはなさそうですね。では最後デコトラベラーいきます。でかい、すんごい角張ってます。せーの、ほっ、おー、電光石火、ド派手。しかもドライブ、完全なる当て字ですね。はい、全体はこんな感じですね。フロントウィンドウがサングラスっぽい、でここが歯に見えるんで、なんかうさんくさそうな顔してますよね。タイヤは6輪で、クリアレッド、ギミックとしてはいつもの通りで、裏のステッカーには光と書いてあります。で、メッキエンジンバージョンは、ここですね。あ、これかっこいい。クリアパーツの上に、ちゃんと同じドライブの、当て字がプリントされてて、ボディとエンジンの間に、まあ、細かいモールドが入ってて、これがかなりかっこいいです。すごい迫力ありますね、これ。フロントのメタリックパープルもとっても綺麗。最後はこの3台の音声確認です。まずはシフトフッキングレッカー。最後はデコトラベラータイヤ交換、デコトラベラおー、すごいデコトラっぽい。うわ、かっこいい。光ってかっこいいですね。いいなこれ、大好き。はい、続いてシフトアップ。
最高ですね。最後必殺技。はい、続いてはブレイクガンナーです。フッキングレッカー。デコトラベラー。ギリギリですね。最後はマッハドライバーです。シフトカータイヤ交換引っ張れ引っ張れ。たくさん引っ張れ。ではデコトラベラーいきます。シフトカータイヤ交換トラベール暴走族っぽいパラリラパラリラーが追加されたことでさらに個性が増しましたね。なんかとっても似合ってる気がします。今すぐトラベール、なんか CM とかのキャッチフレーズにありそうです。新登場のデコトラベラー、これはいいですね。ドライブドライバーに映し出される光の感じとか、デコトラっぽい演歌のような BGM が流れるのがとってもいいです。ぜひ当てておきたい1台ですね。以上、ガシャポンシフトカー06の全6種類ご紹介いたしました。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録がお済みでない方は、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。また、動画に関するご意見ご要望、高評価や低評価、その理由など、様々なコメントお待ちしております。